今日は、王室リゾート、フアヒンにある、ヒルトンに泊まります。上級会員のダイヤモンドなので、アップグレードあるかなとワクワクです。駅から10分かけて歩いてきたので、一汗かいたなという時に、ひんやりとしたロビーは嬉しいです。プールの先には青い海という、絶景が広がっていました。ここ最近改装したばかりのようで、開放的でピカピカのロビーです。気分的には、プーケットにある高級リゾートみたい。チェックインはラウンジに案内されました。あれ、めちゃくちゃ大きなラウンジです。ジュニアスイートをアサインしていただきました。税込み4000バーツの一番安い部屋を予約していたのですが、ほぼ倍のお値段の部屋です。感謝、感謝。広さは60平米もあるので、中学生の娘との2人旅にはちょっと広すぎかな。ウェルカムギフトはフルーツです。マンゴスチン、うまーい。このバルコニーはいいですね。夜はこのソファーでビールに決定です。リゾートっぽい大きなプールもグッド。広めのウォークインクローゼット。荷物はちょっとしかないのでクローゼットは使わなかったけど、さらに奥にバスルーム、ダブルシンクがスイートっぽいです。そして洗い場付きのバスタブがありました。タイでは珍しいですね。これは嬉しいです。せっかくのビーチリゾートなので、プールとビーチを散歩します。娘は部屋でゴロゴロしていますが。さっきまでスコールだったので、誰もいませんね。プールバーがあるとテンション上がりませんか？ずっと前は、スペイン系のメリアというホテルだったのですが、いつヒルトンになったんでしょうか。プールから直接ビーチに出ることができますので、行ってみましょう。早速、馬がいますね。ビーチで乗馬できるのがフアヒンです。フアヒンは王室リゾートとして知られていますが、ラマ6世の頃に夏の離宮が建設されたあたりから歴史が始まります。1911年にはバンコクからの鉄道がフアヒンまで開通し、王族や貴族が争うようにバンガローを建設しました。1923年には世界レベルのホテルが欲しいとレールウェイホテルが建設され、離宮を訪れる王族や貴族に利用されてきました。現在も美しいコロニアル建築が残っているセンタラグランドホテルです。エレベーターも楽しいです。こちらは街を見下ろす山側です。今度はプールを見下ろす海側。
夕方5時からはお待ちかねのカクテルタイム。窓側かつ電源のある席を確保すべく10分前に入室します。ラウンジからの眺めはこんな感じ。ロビー、プールの向こうには海が見えます。ここでのんびりとパソコン作業でもしようと考えていたのですが、 USB の拡張ポートを忘れたので終了。ウェブ見るだけで我慢します。おつまみは4種類ほどに加えてサラダ、チャーハンまであるので夕食はこれで終了です。そうと決まれば2時間たっぷりとビールやワインを楽しむだけです。娘と食べる分をお皿に盛ってみると茶色で美しくないです。サラダ取ってこないとね。ビール4杯と白ワインをいただいて満足満足。7時に部屋に戻ると絶景が広がっていました。これはここでお酒飲まないとね。ということでちょっと夜の街を散歩してコンビニに向かいます。徒歩3から4分です。なんか画像がいつもより大きく揺れてます。すでにだいぶ飲んでたのでご理解ください。この通り沿いにはレストランやバーが並んでてリゾートっぽい通りです。ちょっとお客さんは少ないですが、朝から快晴です。今日も暑くなりそうですね。部屋からだと朝日が見られないのがちょっと残念。涼しいうちに散歩に出かけようとエレベーターに乗ったら朝日を見ることができました。朝日を見たければ早朝エレベーターに乗りましょう。天気が良いので映像が綺麗ですね。海沿いのカフェも絵になります。朝食はレストランかラウンジからの選択だったのですが、あまりお腹が空いていなかったのでラウンジでいただくことに。ラウンジの朝食は稀に見るほど軽い朝食でした。まあお腹空いていないのでいいのですが、がっつり食べたい方はレストランへ行きましょう。ハムとサーモンのエッグベネディクトをいただきました。うん、味がしっかりしててうまい。滞在中ラウンジにずっといた感じ。快適すぎて帰りたくなくなってしまいましたとさ。